久保さん。あの、死ぬ前にですね、後悔、えー、なんか後悔、あの時やっとけばよかったな、みたいなね。なんか看護師さんが、なんか俺、まとめサイトにあったんですけど、看護師さんって結構死に向き合うじゃないですか。で、その、なんか死に、死に間際に、なんかご、ご、言う言葉、5000みたいななんかあって、まあ、ありふれてますけど、もうちょっとやっとけばよかったな、みたいな。 で、あのー、今日後悔しない人、今日後悔しない人生を、にタイトルしましょうか。あの、今日後悔しない人生を送ってれば、まあ人生に後悔はないんじゃないかなと。結局今日の積み上げでしかないので、人生っていうのは。だから今日に後悔しない人生を送ればいいんじゃないかなと。今日やりきったと。すげえやったなと。それを積み上げてたら、まあある程度手に入りますよ。うん、これは人よりやったぞと、今日も。 ね。今日もやった。人よりやった。今日も人よりやった。ずっと人よりやってる。結構差つけられるじゃないですか。多分ね、自分なんか手に入れられ、もちろんね、その手段が間違い、手段も大事です。な、な、な、どんな手段をやるのかって、時代に応じてね。例えば、うん、ビジネスをやってて、じゃ今日もね、ポケベル作ったぞみたいなね。うん、売れないよねっていう。だからそれは、 なんだろう、時代に応じて変化は必要です。ただ、時代に応じて、今ね、例えば、今だったら、物から情報に変わってやるわけですよ。うん、だから、じゃあ、情報発信したなっていうね、なんかそういうのをやっとけば、まあ、時代の波に乗れるんじゃないですかね。少なくても、物から情報に変わってるのにもかかわらずうん、それをやっていないんであるならば、うん難しいんじゃないかなと思いますね。 うん、だってあの僕タカチャンネル見てたんですねでタカチャンネルの東京アラートっていうのを企画見ててあのめちゃめちゃそのなんだろうあの,あのうん300万回今回ってるやつあるのかな200万回かでそのなんかあのなんだまあその3回まで入りましたみたいなねでもなんかお客さんからねお米送られてきたりとかニンニク送られてきたりとかあと名古屋から来たりとかね なんかもうタカさんのおかげですみたいなねそれでなんかそこでよかったからまたタカさんあ,あの会いに行ってね、まあ、どうすかみたいな感じでやってるやつがあるんですけどまあすごい家族ぐるみでやっててかいい感じなんですよこれって情報が救ってませんお店<笑><笑> YouTube っていう動画でタカさんがね情報を流してこのお店ここ来てねっていう情報を流して結局救ってるわけですよねこれ タカさんが YouTube やってなくて情報発信してなかったら、そのお店多分潰れてますよ。だから、その、ホットペッパーだったりとか、グルグルまあ、基本的に店舗集計がもう、今スマホアプリですよね。スマホですよね。うん、だからまあ、この時代に情報発信しないっていうのは、もう、かなりき,きついんじゃないかなと思います。うん、逆を言うと、 うん、その飲食店の方もね、情報発信して、もちろんタカさんっていうね、タカチャンネルってチャンネル登録何百万人いて、ある程度の知名度があって、なまあ、ある程度行って回るっていう、もちろんキャパはあるので、そこで CM を出たっていうことは、すげえ影響力あるとは思いますけれども、前からね、情報発信してファン作ってい、なんかやってたら、タ、ま、カ、あ、さんの力借りなくても、そのある程度のね、いたかもしれないですし。だからまあ まあ今後はその情報ですから必要なのは間違いなくうーんだからまあその時代の変化に気づいてじゃあ何を今やるのかっていう話ですよねうんまあ本当にもう露骨にそうじゃないですか <laughs> だってスマホ捨てられますかって話でもう僕たちっていうのはスマホの中で生きてるようなもんですよはっきり言ってぶっちゃけ うんもうインターネットで生きてるようなもんなんですよ。はっきり言って。リアルで生きてるようでインターネットに生きてるんですよ。インターネット依存してるわけですから。しょうがないですよ、これは。だからリアルなのか、ネットの世界なのか。でもネットの世界もリアルなんですよ。だからここの、なんだろうな、もう、時代は変わってますので、うん、まあそれやればいいんじゃないかなと思いますね。億万長者合宿でもね、やれやれ、YouTube やれとかね、すげえずっと言ってますけど。 まあ情報発信をこれからできないんであるならばちょっとそれは時代に取り残されるのではないかなと思いますね二極化の情報を受け取る側で終わるっていうねであとね発信すればするほど情報のリテラシーが上がるので情報の選別もできるんですよこれはねうんだからいいことしかないと思いますよ発信したらうんはいということでいってらっしゃい